皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの竹見です。今回は認知症専門医である長谷川義也医師が書かれた、認知症専門医が教える脳の老化を止めたければ歯を守りなさいを解説していきたいと思います。さて、これを聞いている皆様はいつまでも健康で長生きしたい、いつまでもボケずに自分の好きなことをしながら自分の力で生きていきたい、いつまでも老化せず楽しい人生を最後まで送りたいと願っているでしょう。そのために食事を整え、運動を整え、睡眠を整えましょうということを、私のチャンネルではこれまで何度もご紹介しておりますので、コツコツと食事、運動、睡眠を整えようと頑張ってくださっている皆様も多いかと思います。今回の動画では食事、運動、睡眠といった当たり前のことに加えて、もう一つ健康的に生きる上で超重要なものを皆さんにお伝えしたいんです。それはズバリ歯を守ること、口の中を整えることであります。著者の長谷川医師は認知症専門医であり、これまで20万人以上の認知症患者を診察してきました。その中で気づいたことがあるそうです。それは認知症と歯と口腔環境には密接な関係があるということ。早い話、著者は認知症になりたくなければ、ボケたくなければ歯を守りなさいよと、口の中の環境を良くしなさいよと本書の中で私たちに提案してくれているんです。なかなかね、認知症と歯には関係がありますと言われてもピンとこない人多いかもしれませんが、実は歯というのは認知症だけではなくて、さらに糖尿病、肺炎、心筋梗塞などの病気とも、とても深く結びついているということが分かっているんです。あらゆる病気を防ぐために、そして脳の老化を防ぐために、歯や口の中の環境を整えることが重要だというのは、聞いたことがない人、結構いらっしゃったかと思います。食事や運動や睡眠をコツコツ頑張っておりますという人はいても、健康になるために歯や口の中の環境を今しっかりケアしていますという人は結構少ないのではないでしょうか。というわけで、本日の動画を通して歯や口の中の環境というのがいかに私たちの健康に大きな影響をもたらしているのかということをまず知り、そしてその後具体的にどうすれば歯を守ることができるのか、口の中の環境を最適な状態に整えることができるのかという超重要な知識について楽しみながら私と一緒に勉強していこうではありませんか。本日の動画では本書の中で個人的に重要だと思ったポイントにフォーカスして解説しておりますので、この動画を見ることによってこの本いいなと思っていただけましたら、概要欄にリンクを入れておきますので、本書を実際に手に取って全ての内容をチェックしていただきたいと思います。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元で脳の老化を止めたければ歯を守りなさいということについて、二元で全身のあらゆる病気は口の中から発生するということについて、三元で全身のありとあらゆる病気を防ぐ最強の方法について解説していきたいと思います。それでは早速、一元の脳の老化を止めたければ歯を守りなさいということから解説をスタートしていきましょう。さて、皆さんは脳の老化を止めたければ歯を守りなさいと言われてピンとくるでしょうか。脳の老化と歯は密接に関係しているから歯を大切にしましょうねなんて言われても、なかなかピンとこない人が多いかもしれませんね。ですから、これから分かりやすく解説していきたいと思います。さて、皆さんの中にはなんだか物が覚えられなくなってきた、記憶力が落ちてきた、人の名前が出てこないなどと、なんだか最近脳が衰えてきた気がするなぁと感じている人はいないでしょうか。まあね、そこまでは言わないにしても、なんだか昔よりも頭の回転が鈍くなった気がするとか、最近なんだか頭がよく働かないんだよなぁと感じている人はいないでしょうか。そんな状況に歯止めをかけて改善する素晴らしい方法をお伝えします。それがズバリ本書のタイトルにもある通り、歯を守ることなんです。唐突に言われてもなかなかピンとこないかもしれませんが、実は私たちの脳と私たちの歯は
とても強く結びついているんです。それにはちゃんとした理由があります。私たちは生まれてから死ぬまで口から食べ物を食べて栄養を摂取し続ける必要がありますよね。極端な話ですが、手足がなくたって私たちは命をつないでいくことができますが、口がなければ私たちは絶対に生きていくことができないんです。つまり生きることとはすなわち食べることであり、歯を使って咀嚼し続けるということなんです。だから口とか歯というのは私たちが生きるために超重要なものなんです。だからこそ脳は生きるために最も必要な食べるという機能を最重要視して、口を含む歯の領域を特別に大きく設計したんです。だから歯を使って噛むだけで脳の広い範囲が活性化するんです。しかし年を取って歯が抜けて自分の力で噛めなくなってくると、脳への刺激が減っていってしまいます。その結果脳が老化していくんだと著者は言うんです。しかししっかりとコツコツと早いうちから歯のケアをして、いつまでも自分の歯で噛み続けるための歯を温存すれば、脳に刺激を送り続け脳の血流を増やし脳を活性化することができます。つまり噛み続けることさえできれば、何歳になっても私たちの脳は生き生きと蘇るということ、つまり歯を守ることは脳を守ることそのものなんです。つまりボケない脳を作る鍵は歯にあったんです。実際に認知症専門外来で歯のケアを受けた人は症状が改善したり緩和するのだそうです。それは歯と脳が密接につながっているからに他なりません。ではもう少し歯と脳のつながりについて深掘りして解説していきたいと思います。私たちの脳の中には動作を司っている運動野と感覚を司っている感覚野というものがあります。皆さんもね、運動やとか感覚やという言葉ぐらいは一度は聞いたことあるでしょう。そして口が脳の中では運動やと感覚やのそれぞれ3分の1を占めているということが分かっているんです。そして口とつながっている顔まで含めるとなんと半分近くを占めているんです。これはつまり歯のケアなどで口を刺激してやると大脳の広い範囲に影響が及ぼされるということを意味しています。しっかりと歯のケアなどで口を刺激してやると脳の運動やと感覚やの半分近くが刺激されるんです。これだけ歯と脳は密接につながっているわけですから、歯を整えて口の中の環境を整えてやれば脳の老化が防げるというのも納得できますよね。そしてなぜこれだけ歯と脳が密接につながっているのかは、先ほど申し上げた通り口や歯というのは私たちが生きていくために絶対になくてはならないものだからなんです。私たちがこの世に生まれ落ちて一番初めにすることはお母さんのお乳を飲むこと、つまり栄養の摂取なんです。その時の栄養の摂取の入り口こそが口なんです。生まれたばかりの私たちは必死になって舌、口、顔面の筋肉を動かして栄養を摂取します。生まれたてで未発達の脳は生きるために欠かせない栄養の摂取を最優先で行うために口にまつわる運動領域を思いっきり広くしました。同時に摂取した栄養から受ける味覚、嗅覚、触覚などの多様な情報を処理するために感覚領域でも口の範囲をドカンと広げたんです。つまり私たちが生きていくために口とか歯というものは絶対に必要だから、脳内の口の領域がこれほどまでに広くなったんです。だからこそ歯のケアで口の中を刺激された認知症患者さんたちが脳全体を刺激されてどんどん元気になるというわけなんです。つまり寿命を伸ばす鍵は歯にあったんです。実は歯で物を噛むと一噛みごとに脳に大量の血液が送り込まれるんです。一噛みですら大量の血液が送り込まれるわけですから、よく噛む人の脳にはひっきりなしに血液が送り込まれて、その間脳は常に刺激を受けていることになります。つまり噛めば噛むほど刺激で脳が活性化されて元気になり、私たちはどんどん若返るんです。逆に歯の本数が少なくなればなるほど
脳に送り込まれる血液の量が減り、脳への刺激が減って脳機能の低下につながってしまいます。実際に口の中に残っている歯の数と認知症の発症率には関連があるという研究があります。つまり昔から言われている歯がない人はボケやすいというのは科学的に見ても正しかったというわけなんです。歯がないと認知症になりやすいというのは医学的に見ても正しかったんです。アルツハイマー型認知症の高齢者は健康な高齢者に比べて残っている歯の本数が平均して3分の1しかなかったという研究もあります。さらには歯が早く失われ、しかも治療せずに放置しておくとアルツハイマー型認知症の発症リスクが健康な人のなんと3倍になるということも分かっています。だからこそ私たちは歯をしっかりと温存するような歯のケアを心がけて脳の老化を防いでいくということが重要なわけです。というわけでぜひ私たちもね、いつまでも自分の歯を失わずに自分の歯で食べ物を噛み続けて脳を刺激していきましょう。さらに正しい歯のケアをして歯を守ることには老化を防ぐこと以外にも本当にたくさんのメリットがあります。例えば脳が活性化してやる気や記憶力が高まります。口は大脳の支配領域のうち3分の1以上を占めています。ですから正しい歯のケアで口の中を刺激したり温存した歯を使ってよく噛んだりすることで脳を活性化してやる気や記憶力を高めることができます。さらには歯のケアをすることで認知症や全身疾患を予防し健康寿命が延びます。というのも歯周病が原因となってさまざまな全身疾患が引き起こされてしまうからです。しかし正しい歯のケアで歯周病菌を減らすことで認知症、糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞をはじめとする全身疾患を予防することができます。さらに歯のケアをすることによって障害医療費が大幅に安くなるというメリットも見逃せません。歯をたくさん残し歯周病を予防することで全身疾患のリスクが低下するとさっき申し上げました。そのため正しい歯のケアを続けると生涯にかかる医療費が大幅に安くなるんです。実際に歯のケア次第で生涯にかかる医療費が1000万円以上も安くなる可能性があるとされているんです。約2万人を対象に行われた調査では残っている歯の数が20本以上ある人は0から4本の人よりも年間の医療費が平均で約17万5000円低いという結果が出ました。年間で17万5000円ですから、これが10年20年30年と積み重なっていけば非常に大きな金額の医療費が節約できるということがわかるでしょう。さらに正しい歯のケアをすることによって口臭を抑えることもできます。正しい歯のケアを行えば口臭を抑えることができ、人間関係も円滑に進むようになるでしょう。さらに歯を失うと人前で口を開けることが嫌になってしまったり、入れ歯が合わずに言葉が不明瞭になったりすることで人とのコミュニケーションを避けて孤独になっていく人もいるんです。ですから歯のケアをしっかりと行うと孤独に陥りにくいというメリットまであるんです。そしてね、何歳になっても好きな料理が食べられるというのも嬉しいポイントであります。正しい歯のケアをして多くの歯を温存することができれば、いくつになってもあなたは自分の歯で好きなものを食べることができるんです。好きな料理を食べられるということは大きな喜びであり、人生が豊かになります。また好きなものをたくさん食べることで必然的に噛む回数が増えて脳が活性化するという好循環も生まれます。さていかがでしょうか。このようにね、歯のケアをして何歳になっても自分の歯を失わないようにするということには本当に数えきれないほどのメリットがあるんです。それでは一元の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、脳の老化を止めたり認知症を防ぎたければ歯を守ることが超重要である。歯と脳には密接な関係がある。口や歯は私たちが生きるために絶対に必要なものである。脳は生きるために最も必要な食べる機能を最重要視して口を含む歯の領域を特別に大きく設計したのである。
だから歯を使って噛むだけで脳の広い範囲が活性化し、老化や認知症を防ぐことができるのだ。ポイント2、認知症患者が歯のケアをすると認知症が改善、緩和する。また口の中に残っている歯の数と認知症の発症率には関連があり、歯がない人はボケやすいというのは科学的に見ても真実である。アルツハイマー型認知症の高齢者は健康な高齢者に比べて残っている歯の本数が平均して3分の1しかなかった。また歯が早く失われるとアルツハイマー型認知症の発症リスクが健康な人の3倍になるので、歯をしっかりと温存するような歯のケアを心がけて脳の老化を防いでいくことが重要である。ポイント3、歯のケアをすることのやばすぎる健康効果は次の5つ。1、脳の老化を防ぎ認知症を予防する。2、全身疾患を予防し健康寿命が延びる。3、下手をしたら1000万以上障害医療費が大幅に安くなる。4、孤独に陥らない。5、何歳になっても好きな料理が自分の歯で食べられる。それでは次2限で、全身のあらゆる病気は口の中から発生するという超重要なお話をしていきたいと思います。そして歯を守ることによってどんな病気を予防することができるのかということも詳しく解説していきたいと思います。ではまず口の中から一体どんな病気が発生してしまうのか、最も代表的な歯周病から解説していきたいと思います。さて、口の中の環境が悪化することによってもたらされる病気といえば、代表的なのにこの歯周病があります。大人が歯を失ってしまう原因の第1位はなんとこの歯周病なんです。そして歯周病になって歯を失ってしまえば、脳に送られる脳血流が減り、脳への刺激が減って認知症を引き起こす原因となります。つまりですね、簡単に言うと脳の老化が加速してしまうんです。それを避けるためにはまずは歯磨きで口の中を清潔にして歯周病菌を徹底的に減らす必要があります。そもそも歯周病というのは歯周病菌の感染によって引き起こされる口の中の炎症性疾患であります。例えば歯磨きが不十分で歯と歯茎の境目の掃除が行き届かない状態だと、そこに食べかすとか歯周病菌をはじめとする細菌の塊が溜まって歯茎の縁が炎症を起こして赤くなったり腫れたり出血したりするんです。さらにこの状態が悪化してしまうと歯を支える土台が溶けてしまい、歯がグラグラと動くようになり、放っておくと最終的には抜歯をしなければいけなくなり、歯を失ってしまうというわけなんです。というわけで、とにもかくにもまずは炎症を引き起こすプラークを取り除く必要があるんです。プラークとは細菌の塊であり、口の中で増殖した歯周病菌や虫歯菌などの微生物の塊のことであります。皆さんね、ぜひ自分の歯の根元をね、今爪でこすってみてください。白っぽいネバネバしたものが取れませんか？これは食べかすではなくてプラーク、すなわち細菌の塊なんです。もともと私たちの口の中には100億の細菌がいると言われていて、この数は肛門にいる細菌の数よりも多く、歯のケアが不十分で口の衛生環境が悪い人の場合はなんと1兆を超える細菌がいるそうです。歯周病菌や虫歯菌などの細菌は私たちが食べたものが口の中に残った食べかすをね、餌にして増殖しております。食後4から8時間程度でネバネバとしたプラークとなります。このプラークならば歯磨きで落とすことができるんですが、プラークをそのまま放置するとさらにすごい勢いで増殖し、約24時間後には石灰化して歯石となってしまいます。こうなってしまうともはや歯磨きで取り除くことができず、この歯石がたまるとより歯周病になりやすくなってしまいます。プラークや歯石がたまって歯周病が進行すると歯茎が赤く腫れてきます。本来健康な歯茎はピンク色なんですが、歯周病患者の歯茎はいつも真っ赤です。これは歯茎に炎症が常にあるということ、
炎症とはボヤのようなものです。ボヤを消さずに放置したら当然いろいろなところに飛び火してしまいますよね。人間の体内でも全く同じことが言えて、口の中のボヤが脳に飛び火すれば認知症になるし、心臓に飛び火すれば心筋梗塞を引き起こしてしまいます。ですから歯周病を予防するために歯石になる前にしっかりと歯磨きをしてプラークを取り除いてやる必要があるわけなんです。ですが多くの人は非常に適当に歯磨きをしており、このプラークをね、しっかりと取り除くことができていないんです。そんな状態を放置していると、そのプラークが次第に歯石になり、歯周病へと進行してしまいます。そして、一旦歯周病になってしまうと、その歯周病を起点として、全身に様々な恐ろしい病気が引き起こされてしまうんです。例えば、歯周病によって引き起こされる病気の代表には、認知症があります。歯周病を引き起こす歯周病菌がアルツハイマー型認知症の原因となることがすでに分かっているんです。歯周病菌が出す毒素によって歯茎などに炎症が起こると血液中に炎症物質サイトカインが流れ込むんです。このサイトカインが脳に流れ込むとアミロイド β というタンパク質が脳で増えるんですが、これは脳のゴミとも呼ばれているもので、アルツハイマー型認知症の原因物質であります。ちなみにこの脳のゴミであるアミロイド β が脳内に溜まり始めて認知症を発症するまでには約25年ほどかかると言われています。歯周病を発症する人の年齢のピークは45歳から54歳と言われておりますが、ここに25年を足すとアルツハイマー型認知症患者が急増する70代という年齢にぴったりと重なるんです。このことからも歯周病とアルツハイマー病の関わりが推測されます。そして歯周病にかかっている期間が長ければ長いほど脳にたまるゴミの量はどんどん増えていってしまいます。ですからできるだけ早く正しい歯のケアを行うことによって脳にそもそもゴミをためないということが重要なんです。さらに歯周病が引き起こすのは認知症だけではありません。今や国民病とも言える糖尿病も歯周病菌が原因の一つとなることが分かっています。糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンの働きが阻害されるという病気であり、インスリンが正常に働かないと血液中のブドウ糖を全身の細胞にうまく取り込めなくなり、血糖値が上がった状態が続いてしまいます。そして様々な恐ろしい合併症を引き起こしてしまうんです。この危険な糖尿病にも歯周病が関連しているということが明らかになっており、歯周病菌が出す毒素の影響で作られる炎症物質サイトカインが血管を通して全身に放出されるとインスリンが効きにくくなって糖尿病が発症進行しやすくなるということが分かっているんです。実際に歯周病患者は2倍も糖尿病になりやすいということが研究によって分かっているんです。これは今ね、糖尿病をあなたが発症していなかったとしても、もしあなたに歯周病があれば将来糖尿病を発症する確率が上がってしまうということであります。しかし安心してください。歯周病の原因となる歯石やプラークをしっかりと落とすことができれば糖尿病のリスクが下がるということが東京医科歯科大学の研究によって分かっています。歯周病と糖尿病の関連性は医学界に徐々に浸透し始めております。糖尿病を防ぐためには当然ね、甘いものを控えるということも重要ですが、歯のケアをしっかりとして歯周病にならないようにするということも非常に重要だと分かっていただけたのではないでしょうか。さて糖尿病と歯周病の関係については知らなかった人も多いかと思います。ここまで聞けば歯周病がいかに恐ろしいのかということがよくわかるでしょう。さらにここでは詳しく解説はしませんが、歯周病は糖尿病だけではなく脳卒中、心筋梗塞などといった命を落とすことにつながる重篤な病気の引き金にもなってしまうんです。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきましょう。ポイント1、
全身のあらゆる病気は口の中から発生する。逆に言うと歯を守ることによってあらゆる病気を予防することができる。口の中から発生する病気の代表例は歯周病である。大人が歯を失ってしまう原因の第1位はこの歯周病である。歯周病は歯周病菌の感染によって引き起こされる口の中の炎症性疾患であり、大人が歯を失う原因の第1位である。そして歯周病になって歯を失ってしまえば、脳に送られる脳血流が減り、脳への刺激が減って認知症を引き起こす原因となり、脳の老化が加速する。ポイント2、そして一旦歯周病になってしまうと、その歯周病を起点として全身に様々な恐ろしい病気が引き起こされてしまう。例えば歯周病によって引き起こされる病気の代表には認知症、糖尿病、脳卒中、心筋梗塞などがある。それでは次3限で全身のありとあらゆる病気を防ぐ最強の方法について解説していきたいと思います。さてここまで歯の状態が悪ければ脳が老化し認知症につながるんだと、そして口の中の状態が悪化してしまったり歯周病になってしまうことによって全身にありとあらゆる病気が進行していくんだよということをお伝えしてきました。まあね、こういった内容を踏まえて私が言いたいことは極めてシンプルであります。ぜひ皆さん今日から正しい歯のケアをしていきましょう。それこそが全身のありとあらゆる病気を防ぐ最強の方法なので、ぜひよろしくお願いします。本当に言いたいのはこれだけです。とは言っても正しい歯のケアの方法を知らない人が結構たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。というわけでここからは具体的にどうすればあなたの大切な歯や口の中を守れるのかといった超実践的な歯のケア方法についてお伝えしていきたいと思います。本書には1日の歯磨きの回数によって3つのレベルのケアが紹介されています。例えば歯磨きが今1日1回の人はまずレベル1の基本のケアをマスターしましょう。そして歯磨きが今1日2回の人はレベル2のケアをマスターしよう。そして歯磨きが1日3回の人はレベル3のスペシャルケアをマスターしよう。このようにレベル別になっているんです。正直この動画を見てくださっている皆さんの中で1日3回以上私は歯磨きをしておりますという人はなかなかね少ないと思うんです。多くの人は1日1回以下か、あるいは1日に2回程度でしょう。というわけで今回の動画では1日1回以下の人が取り組むべきレベル1、そして1日に2回の人が取り組むべきレベル2のケア方法を紹介していきたいと思います。ではまず歯磨きが1日1回以下の人のためのレベル1、基本ケアのマスターから解説をスタートしていきましょう。さて歯磨きは夜寝る前の1日1回だけですというあなたは、まずは1回でも効果のある磨き方を身につける必要があります。また歯を磨いていない時間が長いため、その間にプラークを増やさないためのテクニックも身につける必要があります。まず行っていただきたいのは5分の歯磨きを習慣にするというものです。歯磨きが1日1回の人はその1回でしっかりと汚れを落とす必要がありますから、歯磨きの時間をほんの数分長くすることから始めてほしいんです。なぜなら3分程度の短い歯磨きではプラークを十分に落とすことができないからです。プラークをしっかりと落としたいのなら5分程度の歯磨きが必要だからです。というわけで皆さんには今の歯磨きの時間をねもう少し伸ばしていただくということをまずお願いしたいと思うんです。ではなぜ1日1回は徹底して汚れを落とす必要があるのか。その理由はプラークや歯石が作られるスピードにあります。歯周病菌やその他の細菌の塊であるプラークは食後4から8時間ほどで作られます。このプラークを放置してしまうとそこから24時間ほどで歯石になると言われています。試しに皆さん今舌先で自分の歯の表面を撫でてみてください。なんとなくザラザラしたものを感じませんか？もしザラついているようであれば
プラークが史跡になり始めている証拠であります。一度石のように固くなり歯にこびりついてしまった史跡はもはや歯磨きで取り除くことができず、歯医者さんに行って専用の器具を使わないと落とすことができなくなってしまいます。ですから歯周病を防ぎ脳の老化や全身の病気を防ぐためにはプラークが歯石になってしまう前に徹底して歯磨きをする必要があるんです。では1日1回だけ歯を磨くとしたらどのタイミングで磨くのが良いのでしょうか。著者は寝る前をおすすめしております。なぜなら寝ている間は殺菌効果のある唾液の分泌が減るので起きている時よりも細菌が繁殖しやすくなってしまうからです。だから寝る前に徹底した歯磨きをしてあらかじめ口の中の細菌の数を減らしておくことが重要なんです。さて1日1回5分の歯磨きが習慣化できるようになったらお次は舌回しで常に口の中を洗浄するという習慣を身につけていただきたいと思います。1日1回しか歯磨きをしませんという人は食後の後に食べかすの多くが口の中に長時間残ることになってしまいます。こうなるとその食べかすを餌にして細菌がどんどん繁殖してしまいますから歯磨き以外の方法でもできるだけ食べかすを減らす必要があります。食後にうがいをするだけでも大きな食べかすが取れるので随分違うんですが、うがいすらめんどくさいという人はぜひ舌回しという方法を覚えておいてほしいんです。これから紹介する舌回しを実践してもらうと唾液が分泌されます。唾液というのは素晴らしく強力な洗浄液であり、この唾液さえねしっかり分泌されていれば大きな口の中のトラブルは起きないと言われているくらいの優れものなんです。では具体的な舌回しの方法についてご紹介していきましょう。唇を閉じたまま舌先で歯の外側と唇の内側の間を大きくなぞるようにぐるりと一周させます。舌先で前歯の表面をなぞるようにぐるぐると円を描きましょう。2から3秒程度で一周する速さが理想です。目いっぱい舌先を伸ばしてぐるりと一周させてください。これを右回りと左回りそれぞれ20回ずつ行いましょう。これをやればびっくりするほど唾液が溢れ出してくるのを体感できるでしょう。そして右回りと左回りを1セットとして朝昼晩と1日3回をこなすようにしましょう。電車を待っている時とか何気なくふと気づいた時などにこの舌回しを行うのも非常に良いかと思います。外出先で歯磨きができない時なども積極的にやっていただきたいと思います。さてここまでがレベル1です。5分の歯磨きを習慣にする、そして舌回しで常に口の中を洗浄する、このレベル1ができた人はぜひ次のレベル2に進んでください。ではお次は1日2回歯を磨く人のためのレベル2、歯周病ケアについて解説していきたいと思います。さて1日2回しっかり歯を磨きますというあなたは習慣として歯磨きが身についている方でしょう。しかし歯を磨くことがあまりにも無意識になりすぎて歯磨き本来の目的である歯の汚れを落とすということを意識せずに適当に歯ブラシを動かしているという人がたくさんいるかと思うんです。そうなるとよく歯ブラシが当たる場所と当たらない場所がだいたい定まっていきます。そしてブラシの当たらない箇所のプラークの磨き残しがやがて歯石となって、そこに虫歯菌や歯周病菌がどんどん溜まっていってしまうんです。歯磨きなら毎日1日2回もしているのになんで歯周病になってしまうのか、そう感じている人の多くはこのように歯の汚れを落とすことを意識せずに適当に磨いているためプラークが落とせていないんです。だからプラークを落とすことを意識しながら磨く習慣を身につけていきましょう。まずやっていただきたいのが両手磨きを習慣にすることです。プラークをしっかりと落とすために左右の手をそれぞれ使って歯を磨いていただきたいんです。まず利き手で歯ブラシを握って全ての歯を磨きましょう。その後もう片方
方の手に歯ブラシを持ち替えて再び全ての歯を磨くんです。そうやって持ち手を変えることで歯ブラシに異なる角度がつくため、片方の手だけを使って磨いた時よりも磨き残しが少なくなるという利点があります。さらに利き手と違う逆の手を使うと脳に適度な負担がかかり、いわゆる脳トレにもなりますのでおすすめです。そして両手磨きを行うときにもう一点意識していただきたいのが歯ブラシを当てる角度になります。ズバリね、斜め45度で歯ブラシを当てていただきたい。歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に向けて45度の角度で斜めに当てることを意識して磨くんです。たったこれだけで歯周病菌をぐっと減らすことができます。これからは歯ブラシを当てるときは斜め45度を意識しながら行う癖をつけてください。ではここまでで両手磨き、そして斜め45度磨きができるようになったら、もう一つ歯間ブラシも習慣にしていただきたいです。どんなに時間をかけて歯を磨いても歯ブラシではどうにも磨けないのが歯と歯の間なんです。歯並びによっては歯の間にブラシがそもそも届かないことがあるからです。歯ブラシでどんなに丁寧に磨いてもプラークを 60% しか落とすことができないというのもデータ的に分かっております。ここで必要になるのが歯と歯の間を磨くための歯間ブラシやデンタルフロス、糸ようじであります。かつてアメリカのマスコミからフロスか歯かという発信がされたことがあります。これはフロスなどを使って歯の間を掃除しなければ歯周病になって、さらに認知症や全身疾患のリスクが高まるということを端的に言い表したキャッチコピーであります。これぐらいねフロスをすることは重要なんだとアメリカでは捉えられておりますから、ぜひ歯を磨くだけではなくフロスも皆さんよろしくお願いいたします。それでは3言の内容をこの辺でまとめておきましょう。ポイント1、歯磨きが1日1回以下の人のためのレベル1、基本ケアのマスターは次の2つ。1、5分の歯磨きを習慣にする。2、下回しで常に口の中を洗浄する。ポイント2、1日2回歯を磨く人のためのレベル2の歯周病ケアは次の3つを意識しよう。1、両手磨きを習慣にする。2、斜め45度磨きを習慣にする。3、歯間ブラシを習慣にする。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。